動力車とは、動力を有する車両のことである。戦闘が制御電動車日本における鉄道車両の動力車とは、動力車操縦者運転免許に関する省令の第2条で、と定義されており、電動機やエンジンなどを有し、自走のために必要な機能を備えている車両がこれに当たる。運転に際しては、動力車操縦者の免許を要する。このように本来、 動力車の語は、動力集中方式の場合の機関車と、動力分散方式の場合の動力を持つ車両を、共に指すが、現代日本においては、動力分散方式が高い割合を占めることになった。ため、その文脈の中では、付随者との対比において、電車や機動車のそれを指す際に用いられるケースが多い。電車の場合は、電動車と称する。 編成表などでは、モーターの頭文字である M で略記することがある。電車の運転台を有する車両を特別に制御、電動車と呼び、先の M と運転席を示すコントローラーの頭文字である C を組み合わせ、車体の片側に運転席がある車両を MC、車体の両側に運転席がある車両を CMC と略記する。また国鉄型機動車の場合、 DMH17 系エンジンを走行用として1台搭載した車両を小文字の M とし、同系エンジンを2台搭載したもの、あるいはそれに相当する DML30 系エンジンなどの大出力エンジンを1台搭載した車両を大文字の M で表し、区別していた。以上は日本国有鉄道 JR に見られる略記方法であり、鉄道事業者によっては異なる表記を用いている。 場合がある例えば、低都高速度交通 a 団、東京地下鉄では、車体の片側に運転席がある車両を大文字の C で、なおかつ電動車の場合は、M の前に置いて CM と表記している。近畿日本鉄道では C を小文字にして CM という表記をしている。日本での事例国鉄、JR 各社の在来線電車では、モーターの頭文字である。 もの略称が与えられている。戦前の電車は単行あるいは単編制での運行だったので、電動車はすべて運転台付きであり、これにもの記号を与えていた。戦後、1950年のモハ80型で、初めて運転台なしの中間電動車が登場し、さらに続く70系で、在来車との混用が実施されて運用上、制御電動車と、 中間電動車を区分する必要が生じた。このことから、1959年の称号、規定改正に際し、運転台のついた電動車は制御車を意味する、区を前に置いて、区もと表記し、中間電動車は、元とするように規定が変更された。これらの記号の後に、客車同様、普通車を表す、はやグリーン車を表す、ロなどの車両等級、荷物車を表す。 2などの車種を表す記号が入れ、もは、黒などとされる。ただし、新幹線車両については数字のみで構成されている、関係でこの称号は用いられない。しかし、国鉄、JR 以外の日本国内の鉄道事業者においては、異なる表記を用いる例が、複数存在する。私鉄では、制御電動車を、雲と区別しているのは、西武鉄道や三義鉄道、それに、 山陽電気鉄道など少数派であり、制御電動車も含めてもとする方が一般的である。名古屋鉄道、近畿日本鉄道などでは、もはなどのような等級表示との組み合わせとせず、電動車はすべても一文字としている。東京急行電鉄、小田急電鉄、京王電鉄などでは、もの代わりに電動車の頭文字である、でをもちいではなどとしている。 また、その他にも電化から昭和初期まで電を用いた南海鉄道などや M を用いた栗原電鉄及び札幌市交通局のように独自の称号を用いた例もいくつかあった。また、東京地下鉄のようにカタカナなどの記号を一切用いずに番号だけとする会社もあり JR 四国が自社で発注した電車も同様である。京成電鉄などでは 従来は、モハなどの記号と組み合わせていたのを近年では、番号のみとしている。一方で、阪急電鉄は長らく記号を一切つけていなかったが、2017年10月頃から、MC、または M を、在来車も含めて付与している。国鉄、JR 各社の機動車の場合、走行用エンジンを持つ動力車は、運転台の有無にかかわらず、機、制御車は、木く。 付随者は、記者としている。私鉄の機動車の場合、弱小事業者群が、試行錯誤を繰り返し、鉄道省に先駆けて、機動車の普及を進めたという経緯もあり、戦前期においてはその称号は千差万別で、ガソリン動車を示す、ガソや、か、レールカーを略した、レカ自動客車を示す、字や、保持、自社の社名の頭文字を取って、ゼあるいは、みや、さらには、 ガソリンカーから C を称号とするものなど各社の独創性を示す多様な称号が用いられた。鉄道省で機動車の量産が行われるようになって以降はその称号に準じる例が増え戦後も1980年代まではその傾向が続いたが1980年代中盤に赤字ローカル線の第三セクター転換が行われるようになって以降は それぞれ独自の称号を与える例が急増、現在もその状況が続いている。なお、JR 四国では、車両総数が少ないこともあって、自社が発注した機動車についても、電車と同様に2000系や1500系など、すべて4桁の数字のみの形式称号を与えるようになっており、機動車を示す称号は与えられていない。ただし、キクハ32型は、国鉄時代に製造された、 波32型をベースにしてていいるる。ためか、称号が与えられている電気式機動車、ハイブリッド機動車については、従来の機動車と同じ記号を付与することもあるが、JR 各社で独自に記号を定めている。鉄道車両は、発進時に低速で最大のトルクを必要とする。蒸気機関車の場合、低速でトルクが大きく高速になるに従いトルクが減るのでこの、 必要に合致していた。電車でも一般的な電動機が同様の特性を持つので変速機を用いずに制御するのが一般的である。詳細は電気車の速度制御を参照。一方内燃機関は回転数におおむね比例して出力が増大し、トルクはあまり変わらないという基本的な性質を持つ。したがって内燃機関を鉄道車両に使用する場合には、 動力伝達の段階において何らかの形で変速機を用いる必要が生じるため、機動車の制御は他の要素もあるが、変速、動力伝達方式を中心に考えられてきた。これについて、詳細は、機動車、ディーゼル機関車の動力伝達方式を参照されたい。鉄道車両、特に電車においては、一両で各機能を完結させず、複数の車両間で、 主制御機、電動発電機、空気圧縮機などの主要機器を集約分散搭載するユニット方式と呼ばれるシステムが採用されることがある。MM ユニット方式東京地下鉄8000系の8800系動力車。ユニットの M 車側でパンタグラフと主制御機を搭載している東部550系の53050系動力車。ユニットの M 車側である。 二両の電動車をひとまとまりとして取り扱い、片方の電動車に主制御機、主抵抗機、パンタグラフといった主電動機のコントロールに直接関係した機器をに、両分、もう片方の電動車に MG、CP といった補機類を二両に必要な規模で集約分散搭載することから MM、ユニット方式と呼ぶ。ただし私鉄に関しては、同じような構成をとっても M 社に対して、 m 車と呼ぶとは限らない。1954年7月に完成した近鉄も1450軽電車において三菱電機と近畿日本鉄道との共同開発により異なる機器を搭載する2種類の電動車を連結することで一つの機構として成立する 1C8M 制御によるユニット方式が実用化されたと呼ばれる。この方式は当初 カルダン駆動方式を採用する高性能者において、改正、発電ブレーキの常用を可能とするため、主電動機が低電圧、大電流、高回転化したことに対応して、自家並列制御の組み合わせの自由度を高めるべく、より多数の主電動機を一台の制御機で制御する必要が生じたことから考案されたものであった。だが、この方式のメリットはそれだけではなかった。 二両分の機器を集約分散搭載した結果、各機器の製造、保守コストが大幅に削減され、さらに MG や CP については発生容量が倍増したとしても重量は著しく増加するものではないため、ユニット全体の軽量化が実現されたのである。この方式は近鉄も1450型での長期試験において成功を収め、 1460系以降の同社の一部の車両に採用されたばかりでなく、小田急電鉄などの三菱電機製品を採用する私鉄各社にも急速に伝播した。さらには、国鉄101系電車へ MM ユニット方式としてこのアイデアが採用されたことによってそのノウハウが公開され、他の電機メーカー各社においても同種のシステム採用が可能となったため、この方式は、 以後一般化し、日本の各鉄道会社に幅広く普及している。欠点としては、ユニット内の使用機器が故障すると、ユニット全車が走行不能、あるいは電動車として使用不能となること、列車の最小運行単位が2両となり、1両単位での編成調整や単行運転ができないことが挙げられる。このため、春高時の南海電気鉄道を 2001K など、 比較的短編成で運行される一部の山岳線区向けの車両では、営業運転中の一ユニット故障が直接列車の運転不能につながる恐れがあると考えられ、冗長性確保の面からユニット構成をあえて回避する事例が見られる。このシステムは長大編成の電車列車を電気制動によるそもそも速ブレーキ必須の 連続急行バイク間を含む線区で長期にわたり、運行してきた近鉄と MG や CP、それに空気ブレーキまでグループ内で製造している三菱電機のコンビならではの卓抜なアイデアであり、この方式の実用化は特に国鉄における長大編成の機関車牽引による客車列車を動力分散方式の電車で置き換える上で高価な制御機の数を減らすことによる イニシャルコストの減少や保守性の向上、編成全体の重量減による軌道破壊の減少、あるいは相対的な性能の向上など、後の新幹線電車の成功につながる重要な役割を果たした。用途により1ユニットが必ずしも運行時の最小単位となるとは限らない。例えば国鉄117軽電車の場合、 電動車自体は2両1ユニットであるが、電動車に運転台付きの車両が存在しないため、両端に制御車を連結した4両が最短の編成となる。ユニット方式の拡大一般的には、取り扱いの利便性から2両単位とされることが多い。ユニット方式であるが、様々な事情から、下記のように 1C8M 以外の変速例がいくつか存在する。付随車を含む、 ユニット方式蒸気以外にも、電動車以外に付随車を含めた一とまとまりを1ユニットとする場合がある。例えば新幹線300電車では、通常の MM ユニット間に変電機器を集約搭載した付随車を挿入する M1TPM2 による産業ユニットを基本としている。この例を含め、電動車の機能の一部を分散搭載された付随車をユニットに含む例は、 交流電化線区向け車両に多く見られ、それらの大半では付随車に交流、直流変換機能を集約搭載することで、電動車の機器設計を直流電化向けと共通化することや、高圧機器と低圧機器の混在によるトラブル防止に役立てている。なお、この300系の MTM ユニット方式は、後続の500系で4両ユニット構成の全電動車方式となり、 さらに 700K では、経済性を重視して、そこから1両分の主電動機を省略した TM2MPM1 の4両ユニットとなったため、日本の新幹線においては、他例が存在しない。ただし、ドイツ鉄道のアイス3においては、重量軽減と日本に比べてはるかに複雑な、電化方式への対応の必要からこの方式が採用されている。地下鉄や山岳線区など、 故障による走行不能が重大な事故につながりかねない路線では、上調性確保のため一編成内に二組以上の電動車ユニットが連結される。そのような編成が故障などの異常時や運行上一組の動力を用いないことをユニットカットという。通常の運転で行われることは稀であり、電動機に過剰な負担がかかるという点からも望ましい処置ではなく、 事故などの際に短期に行われることは見受けられるものの、長期では行われることは、ほとんどない。例えば、連続14パーミルの上り勾配を持つ青函、トンネルの通過を前提として、設計を行った北海道旅客鉄道の789、軽電車では6両編成のうち2組ある、動力車ユニット1つが欠けても、青函トンネルを通過できる設計とされている。なお過去には、 東日本旅客鉄道の103系、松戸電車区所属車両のように 8M2T の基本編成と 4M1T の付属編成を連結した場合、河川の電流値が容量をオーバーしてしまうため、付属編成のうち1ユニットの立行機能をカットし、発電ブレーキのみ作動するように改造した例があるが、これは一般的な意味でのユニットカットではなく電動車の付随車化に近い。 機動車で特定の機関のみを停止させ、開放することをエンジンカットと呼ぶ。二エンジン車では両方の機関が使用不能に陥らない限り、ある程度の上調性が確保できる。新性能電車の登場以来、特に国鉄では長らくユニット方式が大原則となっていた。しかしこの方式では最低二両でないと運転できないデメリットがあり。 123系などの一両で運転できる車両が出てきた。また長編成の場合でも、編成両数によらず、MT 比を一定にできるなど、ユニット方式を取らないことのメリットもあり、その後の機器の進歩もあって JR においても1、M 方式の車両が現れ始めたほか、さらに動力を分散して1車両を2台車のうち1台車のみ、動力台車とする方式も有力な選択肢になってきている。 0.5M 方式、または 0.5M システムとは、電動車において、動力台車と付随台車等を一つずつ搭載したシステムである。VVVF インバータ制御では、それぞれの主電動機にインバータを用意する方が、粘着性制御において有利だが、コンバータインバータユニットの小型モジュール化の実現により、各車両にインバータと電動機等、 分散搭載することが可能になったことで実現した方式である 0.5M 方式の導入により編成内各社の重量均一日と牽引力の分散による車両干渉動の抑制制御装置の複数設置による上調性の確保電動車と付随車を区別しない編成組成の自由度の向上大枠をはじめとする車両設計の共通化による設計 部品製造工数削減によるコストダウン、メンテナンスの合理化など多くのメリットがある。編成中の MT 比を1、1にする目的で一部の電動車に採用されたり、4両編成で MT 比を 3M1T としながらも、制御電動車を 0.5M とすることで乗り心地の改善を図った車両もある。電動車の一部軸を駆動軸としない設計は、 マキシマムトラクション台車など昔から存在し、低速で運行する車両では珍しくなかった。現在の東京メトロの原点となる初代、東京地下鉄道が開業と同時に導入した線、型も電動機2台搭載である。一般に抵抗制御の車両では、複数の電動機を一群として制御するのが一般的であり主制御機が高価であり、また主抵抗機などの制御装置は、 床下の大部分を占有した。そのため主制魚機を各車両に積むのは不経済であり、無動力の不随車を編成に組み込んで所要の編成に仕立てることが一般的であった。主電動機もまた効果のものであり、その結果として高加速度を期待できる全電動車編成は効果にならざるを得なかった。そこで一台車一モーター二軸駆動として、 空転を防ぎつつ電動機数を半減させたのが、東急電鉄6000系電車である。しかしながら1台車1モーター2軸駆動という、意欲的設計がたたり、さらに乗り入れ先の A 段地下鉄や東武鉄道から、特殊の設計に対して難色が示されたこともあって、試作レベルの少数製造にとどまり、量産車となる7000系では、動力車としては、通常の1台車2モーターの形態となった。 自動車の場合、原動機を持つものを指すが、動力車と呼ばれるものは、トレーラーヘッド等無動力車を引く牽引車のみを指す、場合が多い。ありがとうございます。